こんにちは、つちのこです。ステージ611ヒポポタスの方やっていきたいと思います。ここはブロックとねヒポポタスが出てくるステージで、ちょっとねメガ鬼氷ブロックをね10個消してダメージのやつ、このウィンクの鬼氷の方がまあ使えるんじゃないかということで、あとは火力要因でいきたいと思います。初期配置にねたくさんあるのでメガスタートを使っていきたいかなと思います。やっていきましょう。さてと、まずはこうですね、落として鬼氷を揃わせてブロックを解除していく。うん、まあいいスタート切れたんじゃないでしょうか。次は4つの力をして、おっとブロックにされてしまった。絆の力いいぞ。4つの力、あーなんか微妙にやられてしまったな。えい、4つの力プラス。ここは素直にいきましょうか。ブロックを崩してドンと、はい、残り手数10でクリアすることできました。はい、 S ランクゲットです。さあ次ナエトルですけど、ここも難しさ表示はないですけども非常に難しいステージになってます。最初がパズルで、その後の、お邪魔もかなり激しいということで、ちょっとノーアイテムで様子見してからいきましょう。まずはここをこうして、そしてこう、そしてこうで、こうしてこう、はい、オッケー。さあこっからですよ、いきなり、鉄とバリアが発動する。したかったけど無理で、鉄と中央がバリアにしてくるって感じですね。じゃあ難しいけど同じ場所ですかね。いやー難しいわ。ここもやっぱりアイテムが必要難しすぎでしょ。アイテム使わせるね。いきましょうか。手数プラス5、メガスタート使っていきます。もう一回バングラスが揃う形を作りたいね。次につなげる消し方にしましょうか。こうこう、そしてこうで、下段にバングラスが来て、バングラスを揃う形に持っていく。うん、で送り火を発動しつつ、ブロックを全部消していきましょう。いけ、アップダウン。うわマジか、ちょっと待て、おい大丈夫かこれ、6残り手数6って大丈夫やっちまったうわ7だね、ちょっと難しいよ。もう一回いきます。いや難易度高すぎる、待て、何度も失敗するわけいかないので、もうこれお邪魔ガード使っちゃいますね。飛行固めの方が良くなるかな。手数プラス5、メガスタート、お邪魔ガードでもうちょっとこれで決めていくちょっとやべ、コインがほんとなくなる。はい、さあ頼むぜ。ウォーグルを揃えてコンボを発動させていきたいんだけどね。いやちょっとこれダメだな、スカイコンボが全然発動できる感じじゃない。いけ、うわーマジか、ちょっと勘弁してくれよほんと。いやこれもうウォーグル揃、ウォーマンダ揃えてコンボを狙うしかない。でここ、うわースカイコンボが発動しねえ。いけ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 、もスカイコンボ、さあ頼むぜ。オッケー、さすがに S 取れたけど難しすぎる。さあポケモンゲットタイム、ちょっとこれ捕獲までできないな。 26% どうでしょう。うわーマジか、うわーもう投げさせるね。頼むぜ。うっ
嘘でしょ。もうダメだ、脳内麻薬が出てくる。よかった。コイン使いすぎ、もうコイン大乱舞状態。攻撃力50でリーフコンボですね、コンボスキル。やば、もう4万になっちゃった。さあ次の雪の王もね、結構強い、難しさ3表示なので、まあボスゴドラ、抜群取れるボスゴドラに格闘コンボに、ちょっと動揺を邪魔してくるか分かんないので、こういう火力系でいきたいと思います。ちょっとノーアイテムで、まず下バリアですね。なるほど、下ブロックにしてくると。これはやっぱメガスタートは必須かな。あー、徐々に上がってくる感じか。で上、あー、徐々にバリアが上に上がってくるみたいな感じね。なるほど、クソ難しいわ。クソ難しいわこれ。こっちの方がいいかな。今の感じバリアを思いっきり出してくる感じだったので、メガヘルガーの、バリアダメージ炎なんでね。で送り火とか、まあ炎固め、最悪バリア消しも入れてみたいな感じで、これでいいんじゃないかな。これちょっとメガスタートでやってみるか。手数プラス5、メガスタートでいってみます。さてと、これ最初にブロックにしてくるけども、バリア消しをさせちゃいけないよね。でこうして、よし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 、ブロックを、ここはそうだな、真ん中を消していく。でブロックを消し、送り火は無理。さあ来たね、ここはしっかりとバリアを消していく。いいぞいいぞ、いけ、送り火からのコンボよ、コンボよ続け、頑張れ。よし、送り火からのコンボが続く、続けいきます、いけ、送り火からのコンボが続いて、残り手数は7ってギリギリで取れてんじゃない。頼むぜ、取れててくれ。ああ、よかった。はい、 S ランク取ることできました。さあチェリンボは3匹ステージでなんで、メガポーマンダでいってみようかな。自分がメガパワーなんでね、手数プラス5使っていきます。あ、なるほど、最初にバリアがあると。なるほどなるほど、やば、メガパワー、いけ、メガ進化、メガ進化まではできず。よし、これででも結構いい感じになるんじゃない。どうだ、ここも、あー、スカイコンボ発動せず。はい、倒すことできましたね。残り手数は10、もしかしたら手数プラス5いらなかったかもな。はい、 S ランク取ることできました。さあ615ミミロルの方やっていきましょう。メインステージね、レッグーザに、抜群取れる格闘の怪力とルカリを入れて、そしてミミロルがねたくさん入ってるみたいなんで、ミミロルを入れて、これで手数プラス5でいってみましょう。さてと、うん、ここはまずはアップダウンをして、ここもアップダウンをしてレッグーザを揃えていく。お邪魔はブロックとミミロルですね。ちょっとこう揃えていくぐらいしかできないぞ。なるほどきっついねこれ。お邪魔頻度が半端ないぞこれ。はい、ギリギリでね倒すことはできましたけど、ちょっとお邪魔が半端なくひどかったな。アメマックスのフーディーンあたりがいいかもしんないね。9って残さなきゃいけない。
わあきついぞ絶対。ミミロルいらないかな。ただこれで左の鉄ブロックは消えたので、よしこうして、あキューってってこれもうダメじゃん。もうミミロル必要ないかな。ミミロル必要ないような気もしてきたな。ブロックをなんとかしていくまたこれでちょっとコインを減らしていくっていうのが相当きついよね。まずは総攻撃でちょっとコンボさせていく。でアップダウンで揃わせて、よし、オッケーオッケー、来い、よし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 、でかいでかいでかい、ありがてえ。まあ、ここは普通にこうでいいでしょう。ここはブロック崩して、フーディーを揃えて、いやーこれやっぱダメかな、お邪魔ガードやんなきゃ。悔しいけどどんどんちょっとコインを使っていく。いいぞ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 、待って待って、ありえるありえる、いけるいける、総攻撃は失敗。あーこれ埋まっちゃわなかった、よかった。アップダウンからの、おーいいいけるいけるいける、やった。やっぱミミロル入れなくてよかったね、よかったよかった。これでいいんじゃないでしょうか。フーディーンに、アメマックスフーディーンに格闘3体、はい、Sランク取ることできました。よかった。